なんですけど、あの小小バーとか、あれハムも大丈夫です。あのチュコムってあるじゃないですか。チュコムおにぎりみたいな。ああ沖縄あるな。あるだもんやつ。あの。もう一番でかいやん向こう。アバムのおにぎり。むしろあれは。でかいですけど。ジャズでいいやん。ジャズとか言わないでください。おにぎりって三角の向こうの。いやバーガーみたいに丸くて。それがもう。乗り回してでもそれ美味しいでしょ。美味しいじゃん。なんでやん。ジャズって言わないでしょ。ジャズって言わないでしょ。それがもう標準と思って僕たち食べてるんですから。そうでしょ。あれで美味しいですから。それは言っちゃいけないよ。そう言っちゃいけない。お弁当とかでも向こうすごい安いもんね。量安いでしょ。もうちょっと300円ぐらいでも全然具とかたくさん入ってて美味しいでしょ。普通のやつで600円ぐらいだったら結構大盛りなやつになってくるもんね。そうでしょ。あのここでは多分ないと思うんですけど、沖縄ってあの白飯の上に、はい、お白飯に絶対何も乗っけないじゃないですか。うん、うん、はい、あのちゃんとおかずはおかずって、うん、海苔弁当ぐらいちゃうんでしょうね。白飯の上におかずを置くんで、おかずが大量にあるんでしょ。あらー、ほんまや。それも雑に言われてんねん。雑って言わないでください。雑って言わないでください。雑って言わないでください。もう半減てんねん、もうご飯がもう。かなりでもペッタンになってますけど、普段個人ぐらいで結構溢れてる時ありますから。だからちょっとちくわ天出たらどうするもんな。それはちょっとまあ邪中でも仕方ないですね。それはボリューム重視や。ボリューム重視ですから。はい、そっか、そういうのが大人になってくるんだよな。どうですか、キャポンは。キャポンはハンバーグとか、あとおにぎりとか、なんか特製みたいな感じになって。何ハンバーグ。中にチーズを入れてくれて、それでなんかソースとかも特製なんですよ。はい、なんかいろいろ入ってるみたいで、なんかビール